こんにちは。ですね、今日はですね、月一の恒例のインタビューということで、キョガナーズのお越しいただいているのは、湘南ベルマーレの、サポーターのコールリーダーの、高橋修さんですよね。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お客さん呼ぶのは多分クラブの仕事であって、うんうん、でその来てくれたお客さんが、うん、まあ、サッカー見て楽しい、うん、まあ、これがまずサッカーの基本的なパターンだと思うんですけど、そうじゃなくて、例えば応援楽しかったねとか、応援がすごい盛り上がっててとか、あ、なんかこの歌印象的だよねみたいなのがちょっとでも残れば、多分また特に子供とかは来たいなと思うと思うんで、そこはやっぱり理想ですよね。一応塾の先生をやってて、はい、やってますで、ね、子供たちもちょっとずつ気づき始めたりとか。ああ、そうなんだ、むしろ一番面白かったのが、子供がにはなんかこう今いつも会うんで、ベルマーレの誰々と仲いいんだよとか話を、サッカー部のことの話をしてて、でその子が実はなんか家族みんなベルマーレ好きで、みんなで家族みんなでダゾーンを見るみたいな、で子供とだから本当家族みんなで見てたら、子供が、あ、先生映った。あ、そうだよね。で、でもお父さんとお母さん当然、誰が先生だか分かってないから、え、どの人なのって言って、パッともう一回僕が映った時に、え、この人、え、スタジアムを作ろうっていう運動を、僕ら主導でやってはいて、で、それこそ署名活動もして、で、もう市長にもその署名を渡したりとか、当然でも、スタジアムができることとか、それこそ専用のちゃんとした練習場、他のクラブみたいなところができる、ってなったら、それはそれで、ある意味クラブの発展だとは思いますし、でもその一方で、やっぱりこの距離感、っていうのは、多分今の平塚競技場だったり、今のバニューだからこそ生まれる部分もあるかなと思うんで、本当にそこは難しいですね。参考にというか、知れるのは、色合いも含めてアルゼンチンのボカをすごい意識して、なんだかんだ昔から歌ってる歌も南米のサポーターが歌ってる歌が結構多くて、でかいチームから移籍のオファーが来た時に、当然お金でも戦える、でそこに俺らだったらも残ってくれて本気で言えるっていう状況がちゃんと作れれば出てって欲しくはないですけどね。一緒にでかくなっていきたいなっていうのは、やっぱり今の規模ではダメだっていうのは、真壁さんも水谷さんも言ってますし、僕らもそう思ってますし、そういう意味ではもっともっとでかいクラブになっていきたいですし、ってなった時にまずちゃんと前腕に残留をする、もっと言ったら例えば優勝する、タイトルを取る、まあすごい夢な部分なんで、でもそこをちゃんとできるクラブに、あの、何言ってんだよベルマーレがあって、多分今の世間では絶対に言われる、言われちゃうと思うんですね、でもそこをどうにかひっくり返していきたい、僕らができることは応援することしかないですし、応援をすることでクラブに還元をすることだし、あとその応援から人を増やすことがサポーターにできることってそれぐらいしかないと思うんで、でもその姿勢だけは変わらず変えずにこれからもやりますし、すごいいい応援をした時って、やっぱり僕ら的にいい応援だったなとか、頑張れたなって時って、こう結果がついてきたりとかする部分がやっぱりあって、でやっぱり最後こう目の前で勝利のダンスを取ったりとか、そうだね、やっぱりそういう部分でやっててよかったなというか、やっぱ最初で踊れた時とかもそうですし、こうすごいでかいクラブ、大きいクラブに勝って、僕らも選手たちもなんかメインの方見たらスタッフたちもみんなすっごい喜んでるっていう、あの空間が多分一番ベルマーレを応援する醍醐味というかかなと思うんで、鹿島戦の最後ミキが点取った、あのシュートスタイルの、あそこは、あそこもラスト10分ぐらいは、すごい空間だったんですよね、僕が8ゲートのど真ん中から見てて、バックス7ゲートも1ゲートも、まあ当然ゴールラボなんですけど、
最後10分すごい本当にどうにかするぞっていう、うん、だからもうバックスタンドとかの人たちがすごい手を叩いてる、うん、でも僕ら必死に飛んで応援声出してる、うん、でその中で何かが起きるっていう感覚だけがずっとあったんですよね、あの試合の時に、まあ、大体この感外れるんですけどそうなの勝村さんに今日あの取材をしていただいて記事にしてもらえるということなので、ぜひちょっと楽しみにしていただいて、ぜひこれからゴール裏で待ってますので皆さんよろしくお願いします。